カーラル・エア・スナップは、デンマークの作曲家、指揮者、チェリスト、ピアニスト。オット・マリング、カール・ニールセンと父のハンス・エア・スナップの下で学んだ。エア・スナップは1914年から1917年まで在籍したデンマーク音楽アカデミーで音楽の勉強を開始した。オーケストラのチェリストとしてのキャリアを歩み始めるが、 それ以前には1926年から1929年にかけて王立劇場で1929年から1930年にはコメディハウスで指揮者を務めていた。1932年から1938年の間にはアマチュアの男性ベルカントを率いた。王立劇場とは1931年からピアニストとしても関係を持つようになる。 1934年に合唱指揮者となり、1966年までその職に泊まった。作曲家としては多数のジャンルで活躍した。舞台、アラジン、ギルドット・ピー、ソウルハウグ、プリンセスサン・オージー・デッド・ハブ・コンゲリゲに曲を書いている。他にも生涯に室内楽、還元楽、そして90曲を超える歌曲を生み出した。倉庫は、 デンマーク王立図書館に収蔵されている。1926年9月27日に、コッペンハーゲンで、理学療法士のゲアトルズ・マギプラングと結婚した。ありがとうございます。